第656回の演奏会に関わるお話も聞いていきたいかなというふうに思います。今回指揮は小泉和弘初代音楽監督なんですけど、小泉さんが劇にデビューした時のプログラムがこちらです。若いですよね。25歳25歳これたまたまこの当時のプログラムかっこいいですよ ね、 そうですね。こんな感じでちょっと象徴的なお写真かなというふうに思います、うん、カラヤンのコンクールで優勝したということと、うん、新日本フィルの音楽監督の時にも本当にヨーロッパでかなりご活躍されていて、その時どんな反響があったかとかがすごい昔のプログラムにたくさん入っていて、今2024年に振っていただけるというのが本当に歴史あるすごいことだなというふうに、ね、古い人に話聞くと、シンニフィルが創設されて多国籍軍みたいな感じでなんかいろいろとやってるのを、アンサンブルのその緻密なやつを持ってきて鍛えたということはよく聞きました、はいはい、僕たちもすごく小泉さん来るの楽しみで、楽しいんですよ。あ、そうで楽しいし、あと音楽が自然 でなおかつ深い音楽をされているので、みんな楽しみにしてましたね、今回もお箱なので、お箱ですね、お箱ですベートーベンのチャイコフスキー、ただ手堅いんじゃなくて、ものすごくみずみずしく素晴らしい演奏会になると思います。で今回小泉さんが指揮を振る、ベートーベンの交響曲第8番と、あとチャイコフスキーの交響曲第4番について聞きどころとかございましたら教えていただけますか。実はベートーベンの8番にはトロンボーンが入ってなくて、そうなんですよもちろん知ってますし、いろいろと関わってますけど、お箱だと思いますどうですか、チャイコフスキーの4番は。いや失礼な言い方すると、特別なことはしないんですね。とにかく自然のあれでいくっていう感じなので、なんかそういう意味での醍醐味っていうんですか、はもうすごいいいと思います。トリフォニーのこの252回、あれもマラの3番あ、これもその長い歴史の中で練習場所の話なんですけど、海洋会館で、その後は常泉寺、渋谷ですね、大井町の JR の、電車を作るところの車内食堂の上の2階が空いてるっていう、そこが練習場だったんですよ。であとはそこが使えない時にはいろんなところのホールを行ったりと借りて、もう場所を転々としてたのが1997年に、なって、でここで練習もできて本番もできるっていうやつで、新日フィルとしてのもう大転機というか、すごいことだと思います。そうです、本当に今お話を聞く間に、本当になんかあるスペースで頑張って練習していたっていう感じが、やっぱり2階のその食堂の2階とか本当にスペースだと思うでも大井町は良かったんですよ。良かったっていうのは、はい、僕が、エキストラで来た時とか入った時っていうのは、練習場の場所が鹿島平の公民館とか、そういろんなところが変わっててで事務局も今トリフォニーの7階にもありますし、きっと古い方たちからとってみれば夢のような話でしたね。ちなみになんですけど、もう食堂の上で練習された時って、そこの食堂のご飯って食べれたんですか。食べました。何が美味しかったですか。それはね、覚えてないんですけど、ただ匂いがすごくて、いい匂いが、下の人はもう全部音も聞こえてでしょうね。なんか今では想像があまりつかないというか。そうですか。でも良かったんですよ、それはそれで、面白かったっていうか、でもやっぱりここのホールでできるっていうのは、そうですね、ものすごく幸せなことだと思うんですよね。フランチャイズも新日本フィルが初めて、だと思います、ですよね、日本初のはずで、だと思います。今お話しいただいた、そのトリフォニーホールで初めての演奏会の時のプログラムがこちらです。まだ内装もできない時に、僕たちが何回か来て様子見て、あとは音のチェックとかってやるのも、まだ建設の業者から引き渡されてないので、はいはいはい、墨田区にみんなビニールの靴の上に全部やって傷つけないようにとにかくで行ってとかっていうのを何回か繰り返したですよね。反響板とかのあれとか、全部一からなので、でそれももうやって
てこの演奏会だったんですよ。すごい念願のという。そうなんですよ、皆さん聞きに来てくださいという感じの演奏会ですね。だから力入りました、すごい、うんうん、思い出深いですね、はい、たくさんの方に長い時間支えられて、この新日本フィルが今まで続いてきたというお話をたくさんいただきましたが、今回この第656回定期演奏会ではホームカミングデーと称しまして、男優の皆さんをご招待するという企画を行います。男優制度というのが新日本フィルにありまして、始まりはこの第130回定期演奏会からなんですけれども、新日本フィル頼りというページが今もインサイドというページで残っているようなところなんですけど、ここに10年以上在籍した事務局と、あと学院の皆さんの名前を男優として残していこうというふうな制度が生まれました。男優制度についてどんな思いをお持ちか伺ってもすごく恥ずかしい話なんですけど、はい、理事会に出席してる時に、はい、新しいこのプログラムですね、はいはい、それに僕事情を知らなくて、この男優のリストが名簿が載らない時があったんですよ。そうなんです。その代わりちゃんとホームページを見たら載ってるんですよ、はい、でそれを僕はもう熱くなって、何事かっていう感じで言ったら、実はって言われて、でその時の意見のついでに、もちろんお客様も支えてくださったけど、シニフィルの創設のメンバーからの人たちの思いが詰まったその名簿が、古い人たちは見れないホームページがなかなかだとしたとしたら、何かこういう残って古い方たちの目の触れるものはないかみたいなことを専務理事に相談して、はいはい、そしたらこういう今回のホームカミングデーっていう企画がいきなりバッときたので、うん、もう感謝しかないありがとうございます、ね。ホームカミングデーはですね、この男優の皆さんを演奏会にお招きして、新日本フィルの今を知っていただくとともに、元楽団員と事務局員との交流を、お客様とも交流をしていただこうという初めての催しになります。戸崎さんも来られるんですか、ね、はい、両日とも来られます。ありがとうございます、はい、男優の皆さんがお話、お客様と交流される方はネームバッジをつけて男優ですというふうにいらっしゃるそうなので、ぜひ今のようなその昔のお話ですとか伺いたい方はお話をされていただければと思います。で、対象はこの第656回の定期演奏会です。初代音楽監督が振るということで、この回に設定されております。これは他のオーケストラではやってるんですか、こういうことは。やってないですよね。聞いたことないですね。で、今回私たちも初めて試みなので、すごいどんな風になるか、うん、今からすごい楽しみにしてます。なんかこう一回でこう花火を打ち上げるんじゃなくて、割と継続させていただけるという話なので、はいはい、今回はいろんなことがあるかもしれませんけども、きっとこれから、はい、試しながらそうですよ、ね、やっていければと、ぜひ今回の実施にあたりメッセージなどいただければ、はいはい、新日フィルを支えてくださっていらっしゃった、定期会員、はい、あと維持をする会の方々、もうその方たちが、いらっしゃらなかったら、今の新日フィルはもう絶対ありえないと思うんですよね、うん、なので少なくとも年代でこの演奏会を聞いたっていう時に、今はメンバーいないんですけど、時に舞台で乗ってて吹いた人たちが、まあ、来て名札をつけてやった時には、ぜひ何でもいいのでやってくれたら、もう僕たちにそれにもう本当に勝る喜びはないので、ぜひ声をかけていただければと思って、よろしくお願いします。それでは5月18日は墨田トリフォニーホール、そして5月19日はサントリーホールでお待ちしております。待ってます。待ってます。